はい、ではね、今現状で Zoom を使ってオンラインでレッスンをやるっていう自分のね設定をねちょっとご紹介します。まずですね、ここの設定のところなんですけども、ここのですねオーディオっていうところありますね。自分の場合はですね、オーディオインターフェースがこう接続されてるんですけれども、内蔵マイクじゃなくて、はい、コンプリートオーディオ6でマイクで今喋ってます。で、ここのマイクの音量を自動調整しますっていうのをチェック外します。で、詳細に行きまして、こちらもですね、無効化無効化っていう、最初はですね多分自動になってると思うんですが、無効化っていうのをね、ここ2つやりまして、で、このチェックも入れます。で、毎回やんなきゃいけないと思うんだけど、オリジナルサウンドオンにするっていうとこ、ここ押します。そしたら生徒さんの方に入ってきてもらいましょう。はい、こちらが生徒さんなんで、レコーディングの許可を押します。そうすると、はい、これで今生徒さん側でレコーディングしてます。こちら生徒さん側です。はい、こっちが先生です。以前に比べてボリュームが途中で上がったり下がったりっていうのは、これで結構解消されてると思います。メトロノーム流してちょっと弾いてみますか。はい、あとはなんか伴奏に合わせてもうちょい BGM 置く。あとは画面共有をして、こう一緒に譜面見ながら、例えば曲のアナライズとかね、ここはじゃあ C ドリアンで行こうかなとか、じゃあここは251になってるんで D のフリジアンメジャーで行きましょうとか、で、これ Gm6 にして、ここじゃあ G7 にしましょうとかね。はい、今ねこのような感じで、レッスンやっております。まあこっから先はですね、ソフトが改善されるとか、音楽系のなんか新しいソフトが出てこない限りはね、ちょっとこれ以上はやれないと思うんですが、現状は、Zoom を使ってレッスンをやっているので、で、ここのとこね、何日かずっとこのセッティングとかいろいろいじってて、多分これが今のとこ一番こう声以外のね音が相手に届くやり方かなという感じでございます。はい、ではイントロスタート。はい、お疲れ様です。今日は4月15日です。今日もですね、家に引きこもる形なんですが、ここ最近私はですね、Zoom を使ってのオンラインレッスンをこう試している段階で、いろいろやっぱ不都合がありまして、ギターの音がちゃんと向こうに届かないっていう問題がね、ずっとそれあって、まあ設定をね、いろいろいじって、現状これが一番いいセッティングの仕方なんじゃないかなっていうのを一応紹介しておきたいと思います。こんな感じかな。こちら生徒さん側です。まあこれ以上はね、ソフトが良くなってくれるとか、なんか新しいなんかこのこういう楽器の音通せるソフトとかね、そういうのが出てこないとこれ以上はやれないね。なんか有料のサービスでロジックのアウトプットの音をね、別でなんだろう、リンク飛ばすっていうのもあるみたいなんだけど、ちょっと今んとこまだ手が出ないかなっていうところでね、できる限りこの Zoom の無料の状態で、やれるだけやってみようと今頑張ってる状態ですね。
はい、では今日の編集をやっていきましょう。いや、昨日ね、くにさんと、生配信でね、やってたんですけど、全然ジョンスコのアルバムの話してないのね。プライベート授業も撮ってた。なんか一回うやむやで亡くなったことあるなんか疲れたみたいな理由で適当だなこの人と思って。いや、彼はかなり適当ですよ、そのレッスンに関しては。たださ、彼のプレーがあまりにかっこいいじゃん。かっこよかったね。だからさ、全盛期を見てるよね。全盛期を見てる。ちょうど全盛期ぐらい、過ごしてる、ね、一番脂乗ったジェフの、はい、一番脂乗ったジェフの、はい、なんか思い出したかのようにね、あの急にその曲の話とかし始めるけどさ、結構さ、その留学してた時の話とかがさ、いっぱい出てきちゃってさ、そっちで盛り上がっちゃってさ。いや、でも面白かったな。またやりたいですね。もっとちゃんとあのジョンスコのその楽曲についてなんかもうちょい掘り下げようと思っていたんだけど、全然話それまくりなんだもん。Look at meはい、今ですね、のりさんから電話がありまして、久しぶりにのりさんと喋った。なんか嬉しい、ずっと喋ってなかったからね。やっぱ顔見てね、誰かと喋れるって嬉しいね。で、なぜかねメッセンジャーの音声もこれ使わないと入んなくなっちゃって、なんでか知んないけど、そっちはいじったつもりないんだけどね、マイク必要になっちゃったよ。で、この後ね、ジェフとアナさんと再び、オンライン飲み会というかミーティングが今回はありまして、私はあのまだ動画も終わってないのでね、編集が飲めないんですけど、彼らは飲むんでしょうね、きっと。 I love that you're drinking all this. Daisuke! Daisuke! What the fuck? What the fuck is that? What?Put that away. Jesus, what the fuck? I don't have drink today. How does he join in a meeting with the two of us without a fucking drink in his hand? What the fuck? I can go get it. Go get it. Yeah, just accepting things that they would never accept before. I'm sorry, I'm looking at Daisuke's feed right now. Oh, okay. Yeah. Oh, okaeri. Tadaima. He's back. Kanpai, kanpai. Jeff, where's your beer? Yeah. Daisuke, you know Wakako, right? The Chinese Nico violin player, right? So she sent me a case of beer. It's a really interesting company run by a French dude, I believe. And he's like a heavy metal...dude. He makes his own beer, and the name of the beer all comes from like heavy metal songs or you know, CD titles, album titles, artwork or whatever. This is called Hop Ensemble. So can you guess? Hop Ensemble? Do you know? I don't know. No idea? No idea. Okay, you guys know the band Slayer, right? Yes. Yeah. They had one of their most famous songs is called War Ensemble.Ah! So this is Hop Ensemble. So they're gonna make an Ismatic one. I'm hoping. But anyway. Bye. Bye.